夢を見ていた。君と初めて出会ったあの日の夢を。よくも0点のテストを隠してたな。今日はみっちり復習だ。なんで君なんだろうね。忘れさせてくれないわ。今度こそ好きって伝えるんだ。またみんなと一緒に頑張れるのが楽しみなんだ。あなたは私たちに必要です。もしかして俺が教えてやらないといけないバカたちがいるんです。おかえり、お兄ちゃん。少し歩きませんか。私まだ上杉さんに教えてもらいたい。風太郎になら見せてもいいよ。シュークリーム作ろうと思うんだ。こんな顔見せられないよ。5等分の花嫁放送開始。